こんにちは、激花の古谷です。今日はこちら、もうわかるよね、ユーカリでございます。今日はこのユーカリの知られざる生態に迫ってみたいと思います。このユーカリなんですけどね、オーストラリアの植物で、まあ、乾燥にめちゃくちゃ強いというね。なので逆に水をあげすぎたりするとすぐダメになっちゃうってい そんなちょっと特殊なユーカリです。でこれね、あの品種がですね、オーストラリアで500種類あるんですって。もうめちゃくちゃ多い、まあ、むしろもうユーカリだらけみたいな、感じですけども、このユーカリなんですけども、変種、いわゆるその突然変異みたいなものを合わせると1000種類ぐらいあるそうです。まあ、その中の一部が日本に入ってきてるっていうことで、まあ一般的なね、グミンというこれは品種になります。で、ユーカリっていうのは花粉症にいいとかね、あとはまあ、アボリジニーの人たちは傷薬にこの葉っぱをグシュグシュってやってこう傷にこう塗ったりとかしてたそうなんですよ。まあ、アロマなんかでも有名ですもんね、ユーカリってね。ということで、まあ、薬草として使われていたっていうのが、このユーカリです。で、このユーカリなんですけど、まあ、アロマオイルになるっていうことなんで、この葉っぱにですね、油が入ってるんですよ。で、この、ここからがね、ユーカリの知られざる生態なんですけども、この油が非常に入っているので、それが揮発して、温度が高くなって、あえて山火事を起こして、で、周りの植物を焼いちゃって、自分たちだけが生き残るみたいな生態を持っています。で、ユーカリってこれ、まあ、地味な花が咲くんですけど、まあ、花に種がつくじゃないですか。ユーカリってね、この種は火事になると発芽するっていう生態を持っています。すごいですよね。火事になると、発芽するんです。だからね、ユーカリの発芽に必要なのは温度とか云々じゃなくて、種をね、発芽させたい時にはフライパンで炒ってから巻くっていう、こういう面白いことをやったりするのはこのユーカリです。で、日本に入ってきているのは、どっちかというと、まあ、乾燥には強いものが多いんですけども、そのオーストラリアの中でも、どちらかというと湿った土地に生えているユーカリが多いので、乾燥に強いとはいえ、まあ、水枯れしても戻りますけどね。基本的にこのユーカリなんですけども、砂漠の緑化なんかにも使われている植物の一つ。あとはもうご存知の通り、コアラが食べるユーカリですけども、コアラが食べるユーカリっていうのはまた別の種類のユーカリになってきて、特殊な種類になってくるので、一般的に出回っているものはコアラが食べたりするような品種ではないですね。毒性の強いユーカリをコアラは食べて、その毒を解毒しているみたいなこと言われますけどね。その辺になっています。で、株の選び方からちょっとね、行ってみましょうかね。株の選び方なんですけども、これね、ここの軸が太いもの選ぶといいです。軸が太いもの。ユーカリは草花に見えますけども、もうね、これね、25メーターぐらいになる木なんですよね。もうめちゃくちゃでかくなる木なんですよ。で、この木の枝がまあ、発根して、それを皆さんは育ててらっしゃるっていう感じなんですけども、この軸が太いものを選ぶといいと思います。しっかりしています。で、枝ぶりを見ていただいて、気に入った枝ぶりのものを買ってきても、成長がめちゃくちゃ早いんで、あっという間に形が変わります。変わるので、剪定なんかを入れていくっていう感じなので、今日は剪定の話なんかもしていきたいと思います。あとは、まあ、植え替えとか地植え、寒さに関してのことなんかもお話ししていきますね。では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 行きましょう。根っこチェック行ってみましょう。ちょっとね、抜いてみますよ。ユーカリってね、ちょっと特殊なんですけどね、根っこがすごく張りそうでしょ？根っこがすごく張りそうなんですけど、さほど張らないのがユーカリなんですよ。これね、こんな感じ。まあまあ、根っこ太いけど、本数少ないですよね。これがユーカリの特徴です。まあ、根がギュンギュン回っているものがあったとするならば、まあ、軽くほぐしていただいて、植えていただくのがベストです。でまあ、植え時なんですけども、まあ、真冬から何から、ね、出回る、まあ、寒さにもそこそこ強いですし、
暑さにも強いのでいつでもね年中ね出回ってるんですけど、まあ、軽くこれぐらいだったらほぐしていただいてそのまま植えていただければ OK です。で、地植えにするとか鉢植えにする時期なんですけど、これはね春暖かくなってきてからの方がいいです。最低気温が、まあ、15度ぐらいになってきた時に植えると、まあ、楽ですね。根付きやすい、まあ、生育期に入ってきますので非常に根付きやすいです。で、地植えと鉢植えそれぞれちょっとお話ししていきたいと思います。地植えの場合にはですね、これユーカリって強いんですけど移植をね嫌うんですよ。移植を嫌う性質があるので植える場所を選ぶ必要があります。根っこをですね浅く広く張るんですね。浅く広く張るので根っこがある程度張れる場所を選んで植えていただいた方がいいと思います。で、鉢植えの場合に関して言うと深い鉢よりも浅い鉢の方がいいですね。ただこの根の張る横に張るんで横に張るような鉢を選んでしまうと不格好になってしまうので好きな鉢を選んでいただいて植え込んでいただくのがいいかなっていうふうに思いますね。で、土選びなんですけども比較的水はけのいい土を好みます。例えば、培養土を買ってきた場合には培養土そのまま使ってしまうと根腐れの原因になるんですね。あっという間にダメになっちゃったりとかっていうことが多いです。で、その培養土に対して鹿沼土を、まあ2割ぐらい混ぜていただくとか3割ぐらい混ぜていただくとかっていうような感じで水はけを良くしていくっていうのが、基本ですね。あとは、まあ、砂地に生える性質があるのでこのポットの土見ていただいても分かると思うんですけど、砂がやっぱ混ざってるんですよ。川砂っていうね砂が混じってます。なので砂なんかも混ぜていただくと水はけが良くなってなおいいかなっていうふうに思いますね。で、置き場所なんですけども、これは、ユーカリってなんかこう、見た目がね、シルバーグリーンでおしゃれじゃないですか。だから、部屋に置きたいっていう気持ちはよーくわかるんですけども、お部屋だと土が乾かないし、そもそも乾燥したところが好きな植物なので、風もビュービュー当たるような場所が好きなんですね。要は、焼け野原に生えてる植物なので、風がビュービュー入ってきて、地面が乾いてるところが好きなわけですよ。ということは部屋の中で水をあげてしまったりなんかすると、基本的には土が乾かないので一発であっという間にもうダメになっちゃいます。で、僕なんかもね、ユーカリ頼まれて送ったことなんかがあるんですけども、その室内で育ててしまったのであっという間にダメになっちゃったっていう方がいらっしゃいました。ということで外の吹きさらしの場所に置いておくのがベスト。で、真夏の西日が当たっても全然大丈夫。まあ、唯一かな植物の中で西日がビンビン当たっても全然平気なんていうのは大丈夫ですね。で、まあ、鉢植えでどこに置いても OK。ただ、日陰よりは日向の方がいいかなっていう程度です。で、このユーカリなんですけどね、剪定が結構大事で、剪定をしないともうね1年ですげーでかくなるんですよ。これがで軸もどんどん太くなってきます。でね、このユーカリこっから枝が出てるじゃないですか。でここがめちゃくちゃ太くなってここが太くなってブーンって出るんですね。なので剪定の仕方ちょっと実演します。この枝がめちゃくちゃこう出てるとしますよね。邪魔だとしたらこの辺でピンって切っちゃうとこっからまた枝分かれしてボンボン出てきてしまってこうなりますから、この付け根のところから必ず切ってあげるっていうのが基本的な切り方です。で年に1回ね、まあ、どの時期でもいいんで剪定してあげるといいです。どんな剪定をするかというと内側に向かっている葉っぱ、こういう風に見ていただくと株が混んできますよね。なので、この、ね、小さいポットだったら剪定する必要ないですけど大きくなってきたらこの内側の葉っぱをパチンと切ってあげる。こっち側も内側の葉、枝を切ってあげる。で内側の枝を切ってあげるみたいな感じで、ちょっとねすっきりさせてあげるといいです。でここの、内側の枝も切ってあげるということで、今ね4本ぐらい切ったんですけどちょっとすっきりしたじゃないですか。こんな風にすっきりさせていきます。で、
小さい苗の状態の時には、まあ、このまま大きくしてもらってもいいんですけど、枝数を増やしてさらに、茂らせたいっていう場合であれば、ピンチをねこの辺で入れていただけるといいです。この辺ちょっとかわいそうなんで切りませんけども、この辺でピンチをしていただくと分け目がボーンと出てまた、茂るようになってきます。で、肥料なんですけども、基本的にユーカリは肥料がいりません。いらないですね。肥料がですね、肥料分がなくても育っちゃうので、植え込む時に元肥、土の中に、これですね、プロが使う基本肥料、これを、一つかみいかないぐらいかな、半つかみぐらいはって入れてこう、混ぜていただいて元肥にしていただくと。で、それぐらいであとはもう必要なしです。どうしてもあげたいっていうことであれば春秋にあげてください。で、あげてもあげなくてもそんなに変わらないし、すごいよく育つんで、あげるととんでもないことになってしまうぐらいに思っておいてもらった方がいいかと思います。で、このね、剪定した葉っぱあるじゃないですか。葉っぱありますよね。で、これね、クシュクシュってするとすごくおいい香りがしますので、お風呂なんかに入れていただいてね、リラックスバスタイムを楽しんでいただいてもいいかなっていうふうに思いますので、年に1回の楽しみにしていただけるといいと思います。で、最後にね、病害虫に関してお話ししたいと思います。まずですね、これうどんこ病とハダニがつきやすいです。で、うどんこ病は梅雨前ぐらい、5月から6月、7月ぐらいにつきやすいです。で、うどんこ病が発症すると、このね、シルバーリーフの葉っぱが白い点々が始まって、真っ白い不点が始まって、それが広がっていくっていう感じになってしまうので、うどんこ病になりやすい。で、乾燥するとうどんこ病になりやすいんですけど、水をジャブジャブあげることができないので、うどんこ病にかかるもんだと思ってください。で、うどんこ病を発見したら、もうすぐにこれ、これですね、うどんこバスターズ、うどんこバスターズをこれをですね、薄めていただいて、まあ、これは10倍に薄めるタイプなんですけど、10倍に薄めていただいて、まあ、ペットボトルなんかでいいんですけど、これまあシュ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 みたいな感じで、2日に1遍とかかけていただければ1週間ぐらいで、完治できます。これまあ 100% 天然のものなんでね、安心して使えると思いますし、なおかつ農薬ね使っても全然いいんです。だけど剪定した枝が結局お風呂に入れたりとかできるじゃないですか。で、香りを楽しむポプリなんかにもできちゃうので、せっかくだったら無農薬で育てたいって方多いと思いますから、ぜひ無農薬で行ってみてください。で、あと夏場ですね、これがハダニがつきます。ハダニ、ハダニはですね、クモの仲間なので、クモの糸みたいなものがわーってこうなったりとか、ちっちゃいところにふわーってなったりするんですよ。それ発見し次第できれば手で駆除してほしいんですけど、まあ、嫌だと思うんで、こちらついてしまったらもうしょうがない、芋ころ、芋ころです。基本的にはこの芋ころですね、肌に直接吹きかけることによって窒息させてしまうっていう天然成分なんですね。これはパパイヤの酵素でできているものです。で、まあ油分が一緒に入っているので、よく振っていただいて、で、これを先輩に薄めていただいて、使っていただくと。で、まあ、これもシュッ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 みたいな感じでね、スプレーで、噴霧していただければと思います。そんな風にやっていければいいなというふうに思います。で、あとですね、葉っぱがすすけてくるというか、白い部分と、緑の部分が混在して葉っぱがマーブル模様になっちゃうことがあるんですよ。で、これ実はですね、病害虫ではなくて栄養失調なんですね。で、この栄養失調になってしまった場合、何が不足しているかというと鉄分なんですよ。で、これやっぱり樹木なんで微量元素をすごく欲しがります。鉄分、ミネラルっていったような微量元素、あとアミノ酸ですね、そういった微量元素を補っていくために、年に 2,3 回ですね、年に 2,3 回この土を捨てずに済むよ、これは液体堆肥なんですけども、堆肥っていうのは微量元素を補う有機質のものっていう風に覚えてください。で、これを100倍ぐらいに薄めていただいて、バーって入れていただければ OK です。で、それぐらいで大丈夫ですね。
で、ここまでのお話の中で分かりにくかった点とかもっと深掘りしたいっていうところってあると思うんですよ。で、そのもっと深掘りしてみたいっていうことに関しては僕の方に直接聞いてください。どういうふうに聞くかというと、この概要欄のところにリンクが貼ってありますので、それをクリックしていただくと、LINE の公式アカウントとつながることができます。で、あなたの LINE から僕の LINE に、直接質問を投げていただければ僕が手が空いている時に答えますので、安心してくださいね。今日のお話聞いてみて面白かった、役に立ったっていうことであれば、グッドマーク、高評価のマークを押していただけるととても嬉しいです。モチベーションも上がります。あとね、こういった形で植物のお話もっと紹介したいものたくさんありますので、そのお知らせが欲しいっていう方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでね、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。このユーカリね、とてもいい香りですし、葉っぱの色もね、すごくいい、優しい気持ちになれる植物ですので、ぜひこのユーカリ育ててみちゃってください。